レゴリスの黒崎博人です。今は、ホッセイになるきっかけですね。まあ、きっかけ、まあ、僕もともと南で働いてなかったんですけど、まあ、働いてないところで、まあ、オーナーと知り合って、まあ、男気あふれたところとか、まあ、いろいろ仕事面とかでもすごい尊敬できるところですごい惚れてしまって、やっぱりこう今頑張って働いてます。まあ、ホストとしての仕事として、まあ、相手の気持ち分かりながら自分の言葉も含めてね、やっぱこう勉強できる部分っていっぱいあるかなと思います。まあ、お金に関してもね、お客さんに関しても全ていいかなと思います。まあ、不満はないんですけど、僕のことを見たことない人とかも、特に見たことある人はまたぜひ来てください。ありがとうございました。好きなことで生きていく、大阪南ホストクラブレゴリス。